アナスタシア・ロディオノワは、オーストラリアの女子プロテニス選手。ロシア・タンボフ州タンボフ市出身で、2009年12月にオーストラリア国籍を取得し、現在はメルボルン在住。2003年のウィンブルドン混合ダブルスで、イスラエルのアンディラムとペアを組んで、準優勝した。WTA ツアーで、シングルスの優勝はないが、ダブルスで11勝を挙げている。 身長 167cm、体重 59kg、右利き、バックハンドストロークは両手打ち、自己最高ランキングはシングルス62位、ダブルス15位、妹のアリーナ・ロディオノワもテニス選手。ロディオノワは1997年に15歳で、プロ入りしたが、女子テニスツアーの下部組織の大会で長い下積み、生活を送った。 4大大会初挑戦は2001年ウィンブルドンであったが長い間予選敗退の壁にぶつかっていた。ようやく2003年ウィンブルドンで祝願の本戦初出場を果たし、シングルスは1回戦でビルジニラザノに敗れたが、アンディラムと組んだ混合ダブルスで決勝に勝ち進む。この大舞台で2人はリーンダー,ー・パイスマルチナナブラチロワ組と対戦した。ロディオノワトラムは パエスト・ナブラチロワに3から6、3から6のストレートで敗れ、当時46歳だった大ベテランのナブラチロワは、1995年、以来8年ぶり4度目の混合ダブルス優勝により、ウィンブルドン選手権、総計20勝の歴代1位大記録を樹立した。2004年全米オープンにて、この経験の後、ロディオノワは、再び4大大会で、予選会の熱い壁に悩んだ。 2005年11月、ロディオノワは、カナダ・ケベックシティ大会のダブルスで、同じロシアのエレーナ・ベスニナとペアを組み、ようやく女子ツアー大会でダブルス初優勝を果たした。2006年全仏オープンからは、四大大会シングルスにも連続出場できる力をつけ、同年の全米オープンで、初の3回戦に進出する。この3回戦で、 ロディオノワは2004年全米オープン優勝者のスベトラーナ・クズネッツォは2、3から6、0から6で敗れた。2007年5月、彼女はポルトガルエストリル大会で1年半ぶりの女子ツアー大会ダブルスに勝明を果たした。2009年は全米オープンで3年ぶり2度目の3回戦進出があり、カテリナ・ボンダレンコに6から7、4から6のストレートで敗れた。同年12月10日、 ロディオノワはオーストラリア市民権の取得を認められた。2010年以後はオーストラリア国籍の選手としてトーナメントに出場している。2010年はオランダスヘルトーヘンボス大会のダブルスで3勝目を挙げ、全米オープンの女子ダブルスでカーラ・ブラックと組んでベスト4に進出している。2010年コモンウェルス・ゲームズにオーストラリア代表として出場し、シングルスと 女子ダブルスで金メダル、混合ダブルスで銀メダルを獲得した。2011年は全豪オープン、全仏オープン、ウィンブルドンのダブルスでベスト8に進出した。全豪はカーラブラック、全仏とウィンブルドンはナディアペトロワと組んだ。2012年のロンドン五輪でオリンピックに初出場した。ヤルミラガイドソバと組んでダブルスに出場し、1回戦で ロシアのエカテリーナ・マカロアエレーナ・ベスニ・ナ組に1から6、4から6で敗れた。略語の説明 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス。 Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。